もう脳内がハーレークイーンになってしまってこうこのねギラギラこの腕のギラギラがすっごい可愛いなって思ってます本当にもうそのままですよね <laughs> <laughs> ようこそお越しくださいましたかわいくらいかわいい,わい,い <laughs> めちゃくちゃ可愛いです <laughs> はいヤっほーゆきぱやですえっとハーレークイーンを見てもう脳内がハーレークイーンになってしまってもう本物の格好をしたいと思ってここまで本格的に コスプレさせていただきました。えーかわいい。そのままですよ。今もバッグにありあのありますけど、もうそのまんま。そう。ね。めっちゃ本格的にやらせていただいて、めちゃめちゃ可愛いんですよ。着心地はいかがですか。着心地も最高です。もう超馴染んでます。本当にハーレイクインが大好きで、はいマジで好きなんですよ。一番好きなキャラクターです。本当に昔からずっと前から。 スー,サイドス,スーサイドスクワットが出たときからハーレークイーンが本当に大好きでなん何,年前何年前かのハ,ロあのハロウィンから何年連続でもハーレークイーンのコスプレをプライベートでもややらせてていいただっぱりあのハーレークイーンが失恋してショートカットにチェンジしたところもすごいかわいいんですけどやっぱり衣装が新しくなって前回はこう半分で青と赤で分かれてたじゃないですか。でも今回はこ,うこのギ、ね、ギラギラ この腕のギラギラがすっごい可愛いなって思ってますいやもう本当にずっとこうエロ可愛いくてセクシーでっていうハーレークイーンがずっと好きだったんですけど今回はエロ可愛いとかよりも何だろうキュートが前回よりも全然キュートが勝っていてなんだろうすごい親近感のある親近感あっちゃよくないか悪いから <laughs> <laughs> 車から車に乗り移って相手の頭をクラクションに でやるシーンがあるんですけど、はい、もうそれが頭がおかしいのに可愛くてしょうがなくって <laughs> もうどううししようこの感情ってなりましためちゃめちゃ可愛くくて、うん、あのハーレーの部屋が出てくるじゃないですか、うん、映像の中で、うん、もうハーレーの部屋みたいにしたくなっちゃって<ー>見終わった後すぐにハーレーの部屋調べて<ー>もう模様替えしようと思ってます今。 でもビーバーの剥製を置いたりとかはちょっと難しいから、ね、あんまりよくないじゃないですかやっぱり動物を剥製にするのはだからそこらへんどうしたらいいかなと思って今一生懸命研究してますせーのじゃんじゃんはい、じゃあゆきぽよさん言っていただいていいですかはい、あのセクシーキュートって書いてるんですけどもうそのまんまでセクシーだけどすごく可愛いっていう面がいっぱいありますし、うん あのジョーカーと別れた後だからこそのセクシーさとか、うんうん、ジョーカーと別れた後だからこそのキュートな面とかがあるから、うん、本当にこの作品でしか見れないセクシーでキュートなハーレーが見れるなって思ってユキ、うん、もこうなりたいなと思いましたいつか大恋愛して、うん、もうあの大失恋した後も、うん、セクシーさとキュートさを忘れずに素敵、はい、したいなと思いました。